ショーン・マーフィーは、ジョージア州アトランタ出身のアメリカンフットボール選手。現在、フリーエージェント。ポジションはガード。元メジャーリーグベースボール選手、デイル・マーフィーの息子である。2001年に、ユタ州立大学に入団、2シーズンにわたり先発タックル、ガードを務めた。4年次には、ウェスタンアスレチックカンファレンスのオールカンファレンスチームに選ばれている。 2008年の NFL ドラフト40名でマイアミドルフィンズに指名されて入団した。ドルフィンズでは出場機会に恵まれず22試合を非アクティブプレイヤーとして過ごし、2009年10月20日、ドルフィンズからウェーバーされた。彼はすぐにタンパベイバッカニアーズに入団したが、ここでも1試合に出場したのみで2010年4月、ウェーバーされた。 その後フィラデルフィアイーグルスとの契約を目指したが、健康診断の結果、契約は見送られ、同年9月カロライナパンサーズのプラクティススクワットとなった。2011年1月7日、デンバーブロンコスと契約、ロースター入りを目指したが、8月29日にウェーバーされた。ありがとうございます。